チェス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 ウィーン、ね、どこえここだったんだ。ますけどもね、あのすごいいい天気で、あ、ね、雨が降ってますよ。こもうすごい、もうめちゃめちゃ見渡す限りいい天気よ。こんなにいい天気なら東京で泣いてる人一人もいないやろうな。あ、泣いてる人はいっぱいいる多分東京は。こんなに晴れてたら。晴れてないし。エロ本の読書感想文を書こう。急に言ってますけども。急に、ね、あの僕0歳から生まれまして。そうですよ、24歳になりました、うん、エロ本ぐらい読みますよ。あんま読まないからね。で本を読むと、うん、感想文を書くセットだ。小学生だってできますよ、うん、小学生させられてんねん。学生だってできますよ。そんなことできるっていうかさせられてんねん。あれは誰も望んでやってる人いない。学生でできることがね、大人だってできないとかそんなわけは、ね、まあ学生にしかできないのか。そんなことないって。エロ本を買いに、はい、中野ブロードウェイに、はい、来させていただきましたけども、はい、こあのあ注文することもできたんですけど、そうです、その普通の本でエロ本を挟んで買うっていうのがやりたいがために。僕エロ本とかあんまり本当は読まないんですけど、うん、読まないんですけど、ちょっと動揺したみたいに、うん、全然 読んだりとかはしないんですけど、うん、分かんないんですけど、そのエロ本を読むことによって赤ちゃんできた、できちゃったりしないですかね。そこか、性教育はそこなのか。中野ブロードウーウェイ、あ、ウーウェイ吉高じゃないですよ。中野ブロードウーウェイ吉高すぎるやろ。あ、吉高だ、吉高エリコだった今。さっき吉高エリコだった。奇跡的なウーウェイがの可能性ある。中野ブロードブチャラティ。そう、ブチャラティじゃない。じゃあいきますか。はい、エロ本を求めて、はい、覚悟はいいか。俺はできてる。あ、そうか、わかりました、よかったです。ウーウェイ、そう、ウーウェイの覚悟やんか。ここからは店内のため松尾一人の音声のみでお送りします。音声だけ流して、あとはその基本なんかどこかのモザイク映像とか流して、あ、え、うん、うん、その卑猥な感じにしよう。定期的にそのあーみたいな効果音も入れていこう。あー、入れていくんだ。うん、なるほど。あー、H 大好きか、うーん、その眼球愛かで迷ってるってのが女体ハンターって、あ、すごいアクロバティックなダーティー松本さんが作ってるらしいわ。なんかでも案外俺はこういう恥じらい天使とかの方がエロい可能性があるっていう。でも闇の陰逆師とかも、あ、ダーティー松本いいな。怪人とかでやっぱ挟む方が、上下で挟む方が、全怪人怪人怪獣怪人の上と下で挟むのは、女体ハンターが中になるっていう可能性もあるからね。そうなるとこの本とこの本で挟んでレジ行くか。お願いします。はい、ありがとうございます。ちゃんとエロ本真ん中に挟んでくれた。買ってきました、はい、こうやって買ってきたよというのをちょっとまず説明します、はい。まあ、もちろんね、この企画の2番目の醍醐味である、はい、エロ本を普通の本で挟んで持ってくるというのをしましたけども、こうかな。ちょっと、いや、わかんない、違う、まずそのエロ本として女体ハンター、あー、いいですね、エロ本として。バーガーでいうところでバンズ、上のバンズは怪獣大百科、ああああで、下の本は、全怪人、怪獣怪人、上官下官。その中に挟めや。そうセット。これがね、セットになってて、本当はね、これとこれで挟めたら、すごいなんか、いいや、面白いやん。そうだね。これ中間みたいになっちゃう。上官、中間下官みたいになっちゃう。で、ぐらい面白いなと思ったんですけど、挟めなかったんで、まあもう、近い怪獣。なんで怪獣なん、怪獣縛りは逆に怪獣でね。なんでまあその怪獣縛りなのか、ハンター縛りなのか。ハンター縛りではないやろうが。な、上のバンズちっちゃ。上のバンズちっちゃい。あんま見たことないタイプのバーガー。いいや、その、バーガーは例えないんやから。そのバンズのサイズとかはどうでもいいの。そうそうそう。挟めてることが大事。そうそうそう。バーガーのことは一旦置いとこう。この本をしっかり読みまして、はい、読書感想文を。今回の、ここがね、第2の醍醐味ですよね。第 2? さあ、これが第1よね。そっち第 1? あ、これが第2か。そうですよ。1つ目。一番の醍醐味よね。そうです。帰ってきましたので。ちっちゃ、はぁ、折りたたんでる。ちっちゃ、あんなもん、間に合えへんってよ。読書感想文は。
おい手紙よりちっちゃくしてるやんか。早速読むこと。ほんまに。あー、来たね。めきょめきょめきょ。なんでやねん。めきょめきょめきょ。めきょ。7ページ書いてきました。すごい書いてる。こうやろ。文字にして2500。やばい。あ、そう、これも説明ちゃんとしなきゃいけないんだけど。エロ本を買おうって言って、はい、中野ブロードウェイも、まあ、いくつかお店が閉まってるタイミングだって。そうだったね。で、エロ漫画しかなかったんで、うん、まあ、仕方なくエロ漫画で書くかってなったんですけども、はい、まずその漫画の読書感想文がまずない。そうか。触れる。二重の意味で。触れる。ああ、そうか。エロ本で読書感想文を書こうっていう企画そのものがちょっとブレてるよね。あ、そうだよな。女体ハンターを読んで松をはじめあ、ちょっと、もうおもろいないいな、タイトル、タイトルからありえない。じゃあ、いきますよ。はい。陰獣屠殺場。おい陰獣屠殺場。怖い。待って待って、ハンターハンターの可能性出てきてる。陰獣、なかったっけ陰獣あれあれあれ、おったおったおった。陰獣屠殺場。これはこの漫画を何気なく広げて一番目に入ったタイトルだ。何気なくね、バッて広げて。時代を感じる作画に、ホラー作品で見るようなテロップ。古本のカビのような匂い。おぞましいというのが第一印象だった。第一印象から入ってくれるんですね。もちろん。まずね、しっかりと外側からね、器から褒める。器から褒めてる。この世には読書感想文に適したあまたの小説があるが、陰獣屠殺場などというタイトルを考えつき、採用した作者は一人もいないであろう。作者褒めた。真面目な本でエロ本を挟み、レジまで持って行った時には気づかなかったが、はい、エロ本で読書感想文を書く、うん、気軽に始めたこの試みの異質さや気持ち悪さ、はい、難易度、己の覚悟の足りなさをこの一文で理解させられた気がした。まあ、まあ、そうですね。まあ、いい文章書きますね。めっちゃ難しかった。むずいけど、いい文章書きますね。まあ、まだ中身ない。でも、覚悟足りなかったなって。ああ、そうか。パッて、よし、読書感想文書くかって、パッてやられて、陰獣屠殺場って言って、はい、ホラーっぽいね。はい。企画の振り返りしてるやんか。確かに。ええよ。陰獣屠殺場、また来ました。このタイトル。ページは半ばの方ではあるが、半ばね、私はここから読み進めることにした。なんで？多くのエロ漫画同様にこの本も短編集であり、どのストーリーから読んでも構わなかった。なるほど。学生がインプットできる価値観の枠を大人が決めてしまっている指定課題図書とは違い？ちょっといや、よくないこと言ってる。一冊まるまるが起承転結からなるものではない。まあそうです、ね、短編集なのだ、うん、感覚に従って好きな箇所から読める、うん、欲の本質を体現していると思った。なんか濃くなってきましたね。まだ中身入ってないけど。そう、2枚目の中間にして。だが、写生に必要なのは、あり方の本質ではなく、本の質だと私は思う。あー、なるほど。読書感想文に、写生って。確かに。ちょっと引っかかったよ。内容次第でリピートするかどうかが決まる。うん、エロ漫画は他の漫画とは違い、読者により厳しい採点の目を向けられる。まあそうですよね。ポートフォリオを渡されたキュレーターのように、ありかなしか、忖度なしで判断するつもりで読むことが作者にとっての礼儀だとも言える。ちょっと待って。ちょっと気持ち悪くなってきたな。ちょっと、その言い回しがちょっと気持ち悪くなってきたな。まあ、エロに対してこだわりがあるというね。まあでも、その、なんだろう、たとえ隠喩というか、そういうのを含ませてるっていうのもやっぱその、あ、ポイント高い。ポイント高いですよね。私はいつその時が来てもいいよう、ティッシュを普段より3枚多く手に取り、やや力の入った指で1枚ページをめくった。だがね、すぐに視界に入ったのは想定、いや期待していた光景とは空気感が全く違うものだった。おやおや、はい、もう中身何で3枚目にして入りますか。中身、はい、そこには日常があったのだ。お、通常の表情をしたキャラ、うん、汎用性の高い丸い吹き出し、はい、何の特徴もない衣服を着用していたキャラのやり取りにエロを連想させるには失礼なほど紛れもない日常のシーンであった。ああ、なんだこれは。書かれてます。ちょっと読書感想文で、なんだこれは。期待してたものとは違う日常のページがね。あ、そうか。ちょっと表紙抜けだよっていうのも、ね、はいはい。まず最初そこからですね。まずね、うん、
冷たくないはずのページをつまむ指から感じる作品と自分の温度差、うん、深爪の爪、寝ている飼い猫、一瞬視線が散らかり状況を確認したそれほど焦なんか動揺してるっていう、深爪を見ちゃったり飼い猫見ちゃったりするぐらい動揺してるっていう。まあでもね、上下が浮かんできますね、状況確認した、分かりやすいです。私はエロ漫画を広げたはずだ。ハチドリが花の蜜を探すように時々止まりながらページをめくり、もう甘いシーンを探す。ちょっと待って、もう ありすぎてわからん、情景が浮かぶって言ったけど逆にもう浮かばないよそっちが。ハチドリがね、多すぎて花の蜜を探すように時々パッて止まりながらページをめくって、いやちょっとハチドリがまず出てくる情景でそっちよりも甘いシーン、エロいシーンを探すっていう。まあまあまあね、おや、はてな、おやおや、はてな、おや、はてな、おやおやおや、はてな、おや、てん、おや、はてな、お、おやおや、はてな、おいて、おやで10個置いて、あ、エロいシーンないぞって、うん、なるほどなるほど、忘れていた、ドラマだAV をはじめ、あまたのエロ作品は行為シーンの前には基本的にドラマパートがあるのだ。まあそこが大事です。忘れてたんですよここ、うん、忘れていた。欲を直接的に刺激してくるパッケージに忘れさせられていたのかもしれない。よく書いたな、マジお前7枚もあんのかよまだエロいシーンまで行ってません。そうですよね。一旦息をつき、部屋の対角線上で寝ている懐かない飼い猫にしばらくの別れを告げた。いやね、いいよ別にそんなところは。いよいよエロに入ります。はい、私は目でページをめくるかのごとく読み進めた、うん、ドラマ、プレイ、見開き、さまざまなシーンをモグラ叩きのように上下左右のコマに乱雑に焦点を当て、うん、抜きどころを探した。モグラ叩きをね、探すように、はいはい、エロいシーンね、抜くところを探した。キャラの関係性や性格はすでにドラマシーンで履修済みだ。振りは効いている状態だ。落とされるのを待った読み進めるために視線が質量を帯びていく、うん、目は潤い、口は乾いていた、うん、周囲から音が消える、うん、余計な力が抜け猫背になる。私はゾーンに入っていた入ったんだ、なんてやれ、おい、伸ばし棒がたくさんあります。はい、全然エロくないね。誰が言ってんの？あ、僕ね。全然、エロくないね。感想ね。立ってみて。期待してたものとは全然違う。エロくない、怖い、びっくりマークって書いてあります。怖い、なんか、暴力的で怖いそう。ちょっとなんかそういう漫画だったんですよ。あ、そうなんだ。グロい感じではないんですけど、ちょっと暴力的ね。ハンター部分があるとか。そう、ハンター部分。女体、ハンター部分がある。なるほど、なるほど。よくわからない。びっくりマーク4個ついてます。かわいい、急に。絵が古い。急に。時代的に仕方ないけど、絵が古い。急に浅い。ね、別の人が描いた、ここら辺から。代理任したわけじゃないです。そうですか。それ全然エロくない。意味が伝達してこない。君が僕の隣にいないこと、I can't forget you。I can't forget you って書いてあります。なんだっけ、バインかなんかで流行ったやつですか。そうか。私はモグラ叩きをしていたその小槌でなしと叫びながら砲弾を一刀した。なしにしたんだ。モグラ叩きのスカでなし、カンカンってしたんですけど、なしだった。でもゾーン入ってたんですよね。だいぶハマったはずだったの。全然エロくなかったっすね。エロくなかったんですか。この世には様々なフェチがあり、社会的に危害を加えない範疇のそれは誰からも否定されるものではないが、うん、なんか暴力的で嫌でした。まとめた一言で。おい。なんか嫌ってやめろ。前半すごく急に敬語。街を蹂躙する大怪獣の侵略のように一方的な暴力であり、人類が文化とともに発展した社会性が染み付いている現代人からすれば顔を歪めてしまう描写が多々見受けられ、エロすぎワロチ W とは言えなかった。何それ、人類の発展の歴史の中でそれを阻む大きな出来事は時々ある。災害や公害、最近話題のウイルスなど、我々人類の文化は様々な壁を乗り越えながら現代まで続いてきた、うん、その中でも一番大きな壁は大怪獣ではない。違う私は思う。パンツの感想やんか。私はもう大怪獣を代表して有名なのがゴジラだが、私はこの本で一番印象深かった鎧モスラ美少女なんてことでした。お前上のパンツ読んでるな。もうほんまにそっちやんか。お前途中で飽きてそっちペラッとめくってそっちの感想も書いてるんだろうな。
体長25メートル、翼長50メートル、体重5900トン、体重ね、巨大なガのような見た目をしたモスラの、胸部、一部の羽に鋼鉄の鎧をつけた状態で大気圏最大飛行速度がマッハ 15.5 もあるという、うんうん、ガの羽ばたきでは想像もつかない速度を持った大怪獣だ。鎧モスラの情報すごい多いって。女体ハンターは隠喩ばっかりで、なんか例えばっかりのなんか結局わかんなかったけど、鎧モスラは数値で数値でストレートの情報ばっかり。私はさらにティッシュを2枚足した。なんてやねん、どこに興奮してんねん。鎧モスラの1億3000万年前からタイムカプセルに封印されていたモスラが今蘇ったのだが、1億3000万年前からちょっと興味出てきたな。だがちょなかなかいい話だね。1億3000年前は、古生代の終わりから中生代の初めにかけての時代に該当する。恐竜がタイムカプセルを作ったのかな。そんなことないわ、現実に同期するな。すごい頭のいい恐竜がマッハ 15.5 で飛ぶガを捕まえて、5900トンに1億年も耐えられるタイムカプセルを作ったのかな。バカだ急に。なんだこれは。パラサウロエジソンザウルス。待って、パラサウロサウルスってどんなんだったっけ、そもそも。私はティッシュを全て戻し、お昼ご飯も食べて寝ました。今回の試みから得たものは何だったのか、うん、今は分からなくてもいいと感じました。ダメよ。もう少し年を重ねてから人生に深みが出た頃に思い返して、うん、あの頃得ていたものを探そうと思います。思い返さんって一回よ、こんなもん。この動画が面白ければチャンネル登録高評価をヒカキンさんにお願いいたしますということで、7枚ね。お前誰が読書感想文にヒカキンさんとかこの動画がとかチャンネル特定っていうのをねさせてもらいましたけど、お前7枚書いた時すげえって思ったけど、実質1枚とかじゃない。実質1枚ほんまに器ばっか褒めるし、女体ハンターの感想文はあの、うん、エロくないねーの一番ではそれはあのおかず探しに失敗した中尾明のものまねでした。気がかりはパチョパソマチョパソマチョパソパチョパソマチョパソマチョパソどころじゃないんですよ。何何何どういうこと。いやグッズをね作りました。まあ、ちょっとこの前も動画撮りましたけどね。そう別だね。ごめん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 待ったん。使ってた。こっち集中しすぎてちょっとミスってた。ごめんごめん待った。うん、待ってないけど。待った待った。そっちがやろ。こっちのセリフじゃないそれは。アタッシュケースをこんなあのここにこのガチ勢のとこ引っ掛けてんねや。もちろんもちろん。アタッシュケースを。アタッシュケース。あ、アタッシュケースならではの。よかったよかった。アタッシュケースで。うん。ええ。わあ、グッズが入ってる。これはね。うん。缶バッジなんですよ。ね、なんかいろいろ出てね。今。T シャツとかがないんだよね。あ、そう、手元にね。あ、でもね、あの T シャツとかも全部ここに押し込みますよ、やっぱり。トレーナーとか入るかな。コップとかも。コップとかも。粉々に砕いてぎゅうぎゅうにします。あ、そうなんや。そんな急に撮影始まるかな。あ、パカパカ開けたり閉めたり。これが、ちょっと僕もね、昨日届いたんで、初めて見た。あ、そうなのか。はい、組み立ったことがないので。今、組み立てたらいいやん、初めて。組み立ててみますか。うん。そんなガツでいいの自分のグッズ。それビンゴみたいな勢いで開けてたけど。こうか。合ってるかな組み立て。そう、背を向かい合って。背を向かい合って。キモキモいよな。だいぶキモいよな。キモ気持ち悪い。あれだよね。本来、だってここ立ち絵で、ここに、あの、名前とか、最初書いてあったんだよね、クーヤみたいな。あ、そうそうそう。で、それをやめて、この写真をそのまま使おうってことだったから、その、2体、ね、2体になった。すごいキモいね。びっくりした。ああ、でもいいね。これ見たことないよね。ああ、そうね。これステッカーね。気持ち悪い。ここがね、余ったので。余った余白があったから。余ったので、ギュンってね、もうちょっとね、余白埋めてほしかったんだけど。あ、そうなんや。ギチギチにね。これは、お手持ちの、アタッシュケース、うん、ないねんって。一人一個持ってないねんって。気持ち悪い。気持ち悪い。キモ。キモ。びっくりした。俺もキモ今これあれなんだ、おばあちゃんよね。おばあちゃんなんだけど、あ、こうなるんだ。おばあちゃんよね。もう一枚はね、あの、うん、お手持ちのこのアクスタにね貼っていただければ。気持ち悪い。グッズにグッズって貼っていいんだ。気持ち悪い。これで完成なんですよ。そうなんですよね。こ
こはね余っちゃうので、あ余りとかじゃない、まあ、誰が外でグッズ紹介するんだよ公園で本当に、しかも今来てそのまま撮ってるもんね。そうだね。今日はねちょっと僕が珍しく主役ということで、うん、はい、本日の主役タスキをねえ、うん、かけさせていただきます。ごめんなさい、松尾クヤグ今日ぐらいは、明日は逆、そっちの方ピックアップすなよちょっとね、本日の主役を喜べよ。本日の主役だからちょっと役ミスったんだけど、うん、そうだそうなんだ、これネガティブな本日の主役だ。どうしても明日のことが気になって、ネガティブすぎるな、うん、はい、これが何でもないクッションですね。あ、そんな紹介すなまずこの気持ち悪い、あ、そうね、クッションね、クッションですよね。母がね、うん、うちのグッズをね買ってくれたんです。その欲しいものがないと、もうどれもいらんなっていう。ちょっとあの、僕がグッズ出すときは一応全部買ってくれるよこれもいらないって逆の意味で迷ってたんですけど、うん、昨日写真が送られてきまして LINE でこれを買ってました、うん、買ってたねそのうちのワンちゃん、アニって名前、カタカナでアニね。はいはい、で、まあ、その、僕のお兄ちゃんだから、兄貴のアニや、はい。そのおかんが、アニの方が可愛いって、漢字の方のごじって、クーヤのアニより、犬のアニの方が可愛いっていじろうとしたのに、ごじって漢字で、アニの方が可愛いって言って、うん、その後に、そのカタカナで、やっぱアニみたいな、ね、言ってて。あれ恥ずかしかった、ね、うん。あれずれるずれる。ずれるから。ごじったらブレるから。うん、最後、なんでもないクッションですね。挟むな、なんでもないクッションで。まあ、次行きましょう。ね、服もね作らせていただきまして、うんね、スウェットですね、これはコンピューターおばあちゃんです。ああね、小学校の頃の校内放送で流れてたコンピューターおばあちゃんっていう曲のね。そうですよね、これちょっと着てみますか。あ、そうだ、あ、そうだ、着るとかあるんだ。うん、だって今シャツ、明日は脇役とタスキのタスキの上から服着る人初めて見たかもしれないすごい、これね結構ね、うん、いいんですよ。あ、そう、な、何がいいの？え、あの、ね、そう、着た感じ、これ俺も初めて着たんですけど着心地がね、ま、着心地がいいんです。そう、シャツとタスキの上から着るロンティの着心地がいいわけあるかちょっと長々つく次ね、うん、この地中ゴールキーパー、はいはいはい、 T シャツね、白 T ね、黒もあるのかな。ブスだな。あ、ブスとか自分のグッズなのによくない。え、これね、うん、ポイントがありまして、うん、写真もらった時にね見てみると、うん、鼻毛が出てたんです、3本。あ、そうね、3本も。レタッチで消しました。ここがポイントです、だから。え、出てた方がいいんじゃない？恥ずかしかった。やっぱ恥ずかしいからね。ここがポイントです、やっぱ。あ、そうね、消したところがポイント。うん。切るんだ、それも。これも置きますよ。上からね。やっぱ上から、その顔から行くん嫌だな。一回。一回顔の正面から行くん嫌だな。これもね、うん、いいとこは着心地がいいんです。そんなわけあるかな？もう3着着てるけどね。あ、その、タスキも合わせたら4着か。ちょっとそれを1に数えるなよ。すごいなんか今、プライベートでサッカー好きな人みたいになってる。その、袖が黒くて。それをもう着ると、顔から行くん嫌だな。嫌だな。で、諦める。これもね、着心地がいいんですよ。そんなわけあるかな。この、スウェットね。白スウェット。これがスウェットで、ちょっとね、ちちゃめに作られてます、多分。わかんないけど。今、めっちゃ着てるからなのか、からちちゃめに感じるのか。そうやろ。そのきつい中にたくさん着てるからきついってだけやろ。多分ちちゃめに作られてるんだろうなって。あ、違うな。全然いろいろ着てるからなんか道夫みたいな体型になってる今。え、本当だ。本当だ。道夫だ。トムブラウンだ。今トムブラウンの道夫みたいになってる。でもなんかその髪長い布川みたいな。そんなに。髪長い真ん中の。本当だ。あ、布川、え？布川を着た道を、布川を着た道をになってる今。ムブラウンより怖い。ここにね、ちょうど置き台としていいのかな、ね、ちょっと向けてくれますか。ああ置き台ね。これが3位ですよね。ウームの設備ね。3位え、クッションランキング何でもないやつが2位と1位を。まあでもあんま順位つけたくないから。ああ、そうなんや。全部1位。これだけは、これは2位です。これは2位。君はあるんだ。隠してる、隠してる、それよりも。これは2位。グッズを何でもないクッションで隠してるって。まあ、ぜひ、部屋に、こうやって、こういう、まず、この台を買っていただく。この台がね、すごくいいんですよ。いや、いいよ、いいよ、その台の説明は。これが絶妙な高さを。ウームの設備。ウームの設備。なんこのウームの設備。昔、この URL を、その、概要欄にね。はい、貼っておくんで。それやっぱ概要欄に貼っておくんで、好きなタイミングで剥がしてもらえればいい。違う。概要欄から買ってもらうねん、あれ。そう、剥がせへんで、ね、剥がせへん、ね、この動画が面白ければチャンネル登録高評価をヒカキンまたはトムブラウンにお願いいたします。ヒカキンっていうのもヒカキンさん、うん、ダメー。パチョッパそんなチョッパそんなチョッパそ
まあ、そのエロ本をね、普通の本で挟んで買うっていうのを、はい、ちょっとレジ行くときやっぱドキドキした。ああ、そうか。だって、ちょっともう恥ずかしい、その、5000円ぐらいした、確か、はいはいはい。ちょっとレシートなかったんですけど、はい、5000円ぐらいしたんです。その5000何百何十円ですみたいな、はいはい。ちょっと細かいお金がね、あんまりなくて、300何円みたいなのを俺500円でしか払えなかったの。うん、それがやっぱ恥ずかしいから、1000円札で挟んで、うん、500円玉が恥ずかしいから、1000円札、恥ずかしくない1000円札で挟んで、まあ、ちょっとすごい恥ずかしいですけど。まだ2500円になるよ。2500円も足りませんって言われましたよ。恥ずかしい。本当に。札で挟むな。